様、パラス様を愚弄するか。ようやく俺とやる気になったか。もっとやる気にさせてやるぜ。それは知ってんだろう。ハバ忍者、何を。聖夜、アテナのクロス、もちろん本物だぜ。アテナから直々に渡されたもんだ。いくらアテナが戦いの女神でも、これがなけりゃ敗北は必至。こいつが欲しけりゃ俺を倒しな。アテナ、これがあなたが守ろうとしている人間か。このような愚劣な男をゴールドセイントにしたばかりか、アテナのクロスを渡すと。ふん、俺もそう思うぜ。いいえ、ハービンジャーは紛れもなくセイントです。ん？タウラスのゴールドクロスに認められた真のセイントです。ふん、おめでたい女神だぜ。ふん、御託は終わりだ。はあ、行くぜ。ぶっ飛べや。お前は相手の骨と心を折ることで己の力を誇示したいのだろう。だが真の強き力とはこういうものだ。どうだ、自分の骨を折られた感想は。これくらいのハンデで足りるのかよ。口の減らぬやつよ。これ以上お前のくだらぬ趣味に付き合うつもりはない。強き力そのもので葬ってやる。この天神創生拳でな。この天神創生拳、神がこの地上を作りたもうた時に使われたもの。その健康、この世の全てのものを切り裂く。上等だ。クソ偉そうなその剣、この俺がへし折る。この剣は折れぬ。ましてお前のようなならず者にはな。やってやるぜ、荒くれ牛の力。受けてみやがれ、グレートホー。まるで闘牛の牛だな。はっ、たかが牛のコスモノ、この剣の前では無に等しい。触りだ、伏せろ。ハービンジャー。なっ、元よりゴロツキなど私の敵ではない。私の相手はお前のみだ、サジタリアスの聖夜。まだ勝負は終わっていない。お前はゴールドクロスを切り骨を折ったが、ハービンジャーの心を折ってはいない。グレイテストホー。《天神創生拳の一撃をその身に受け、動けるばかりか。これほどの攻撃を放てると。ご見た目の虫けらはしぶてえんだよ。潰したけりゃもっと気合い入れて潰しに来いや。お前はただの荒くれ者ではない。戦いを楽しむだけの男、
そのような戦い方はできん。なぜだ。守るものもない、戦士たる誇りもないお前がなぜそうまでして戦う。はあ、なぜ。そりゃこっちが聞きたいぜ。なぜ。てめえは奪う。確かにてめえは強え。だがその強え力でなぜ弱え人間を虐げる。なんで弱えってだけで奪われなきゃならねえんだ。なんで何の罪も力もない人間まで生きる権利を奪われなきゃならねえんだ。俺はいい。ろくな生き方してこなかったゴロツキだ。のたれ死にがふさわしい。だけどよ、なんで、なんで誇りある戦意とのあいつらがあんな風に死ななきゃならねえんだ。神に逆らうことが罪だと。守りたい者のために戦うことが罪なのか。生きるためにあがくことが、この地上に生まれたことが罪だっていうのか。ふざけるな。てめえらから見りゃ取るに足らない虫けらかもしれねえ。だがな、虫けらだって生きてんだよ。俺のコスモ。これは奴から吹き出すコスモが黄金に輝いている。これは黄金の闘牛。この世の全てを切り裂くというその剣、この俺の全コスモで叩きおる。グレートですよ。私はお前という男を見誤っていたようだ。お前を侮辱した言葉全て撤回しよう。お前を突き動かすものは怒り、マグマのような怒りが黄金の意志となり、この天神創世剣を。見事だ。まだだ。この程度じゃ怒りは収まらねえ。てめえらに踏みにじられ生きることを絶たれた奴らの無念はこんなもんじゃねえぞ。俺はまだ。もう十分です。